悪夢といえば、私も一度見たことが。あ、ユーナちゃんと喧嘩するという夢を。え、東郷さんと私が？そうなのよ。これ収録した時にあの三森さんがやった東郷さんがすごいね、早く聞きたいなって思ってたので今日見れてよかったです。みたいなすごいリアクションだね君。夢の中の私がごめんね東郷さん。いい子だな。いいのよゆうなちゃん、私の方こそごめんね。二人はね喧嘩しないからね。ということで仲直りしたであります。いや元から喧嘩してないでしょ昨日話題が出てたから夢についていろいろと調べてみたんだけど、うんうん、もしかして園ちゃんの夢予知夢ってことはないよね。予知夢だとしたらみんな変身するの？ゆうゆうと戦うなんて嫌だよ、うん、私も園ちゃんとなんて戦えないよ商業無常失礼しましたゆうなちゃん、やっぱりそれ似てる。あまり商業無常まあまあ上手くなってきましたね。なんだか納得いかない優しいよ、ゆうな。その子の夢、完成型勇者が量産の暁には、うんうん、バーテックスなぞ。なんか真面目な感じ。ミヨシカリンの量産化を提案します。賛成とのことで始まった計画は完成を迎えました。紹介していきましょう。量産型ミヨシカリンです。煮干しさえもらえれば働くわ煮干しで働いてくれるんだ。量産型ミヨシカリン狙撃型です。煮干しさえもらえれば目標を撃ち抜くわ量産型三好かりん寒冷地仕様です。ほうほう。温めた煮干しさえもらえれば働くわ。温めた煮干しなんだ。量産型三好かりんトレーナーです。今日もいい汗かいて煮干しを食べるわよかりんちゃん煮干し以外にもある明智光秀かりんです。何それ。ピッシッシ敵は本能寺にありぼし全軍進めぼし煮干しじゃん、略して煮干しじゃん。これはエボシ？経験値の高いメタルカリンです。エボチ食べる。あのテルイメタルカリン好き。煮干しパラダイスだ。本当だね。っていう夢を見たんだよ。続き気になる。私を煮干しを食べる生き物として見てない？かりんちゃんがいっぱいなんて贅沢な光景だ ね。メタルかりんちゃんいいな。だいたいメタルかりんって何よ強そうじゃん。すごくほら素早く動いてたよ。光秀かりんなんて口に煮干しを入れただけじゃない宇宙から来たスペースかりんは？あ、いいね。そんなもんいるかいたよ。スペース煮干しを食べてたよ。宇宙規模になってもやること同じかい突っ込み疲れたわ。お疲れ様、うん、今日も平和じゃ。